はい皆さんこんにちは。 レクセンにこしの森山です今回はですね、ダイジェスト講義体験会、民法編ということで、まあ、民法についてダイジェストといった形でお話をしていきたいというふうに思います。ですから、まあ、これからです、ね、民法とは何か、それからこれから司法書士を始める皆さんが、その民法を通して講義というものを体験してもらう、でまあ、例えば私のクラスである私の講義を体験してもらって、この講師はどんな講師なのかな、講義を聞くことができるかな、まあ、そんなことをです、ね、体験をしていただければというふうに と思いますねということでダイジェスト講義民法編こちらの方を始めていきたいというふうに思いますレジュメの方を使ってお話をしていきますお手元にあるでしょうか大丈夫でしょうかではこちらの方を使ってですね民法とは何か民法の基礎のところですねもちろん民法を1時間ほどで全てお話しすることができるわけではありませんけれども民法とは何かというところのですね基礎のところそこだけでも分かっていただければというふうに思いますね でまあ、最近、まあ、これから勉強を始めようなんて方からあその民法についてよく質問がありますで民法について質問があるというのはどういうことかというと先生、民法改正されるんですよね、えー、これ新しく民法改正されるのを待った方がいいんですかとかあ勉強中に民法改正されたらどうするんですか、まあ、そんな質問がよくあります。 まあ確かにこう新聞なんかでですね、えー、例えばあ保証の制度が変わりますよとかあそんな形で民法改正について、えー、記事が載ってたりしますさすがにこう、まあ、そういうのを知っている方もいて意識が高いなというふうふに思うんですけれどもね。 でただあの、それは意識する必要があ,ありません、えー、今の段階では。えー、というのは、えー、国会を通ったとしても、えー、そこから3年、えー、施行を待ちますから、えー、全然ですね、今、勉強を始めるという段階に関しては、えーまあ、あ来年の試験とかあ、そういうものに関して影響することはないということになりますね。 ですから、まあ、少なくとも国会通ってから3年先といった話になりますで確かにこう民法を改正されると結構大きな影響ありますですからこちらとしてもです、ねえーまあ、民法改正なんかについてはいろいろもうです、ね、準備なんかも始めて抗議の準備も始めているわけですがただ、ここ数年に関してはです、ね、民法改正について気にすることなく勉強していただいていいのかなというふうふに思いますね。 で確かにこう改正されるとそれはそれで一大事なんですね例えば平成18年なんかでは会社法これが大改正がありましたというかこの会社法という法律がですね 制定されたわけです新しく作られたわけでで、ね、ですえですすねから、まあ、今まで会社のことについては旧商法にえ、まあ、商法の中に規定があったものがすべて会社については削除されて新しく会社法という法律ができましたでこれが国会通ってからですね、えー、その何が大変だったかというと平成18年の試験に出るかどうかなんですねで平成17年にこう国会通ったわけですよで国会通った。 で通ったからといってあのすぐに試験に出るわけじゃないんですね通,通ったというのはあ、まあ、法律が作られたということで作られて実際にこう運用される施行されなければあ試験に出ないわけですねでそれが今回の民法では3年ぐらい施行があ待ちますよということですからあいいんですけれどもその平成17年なんかの会社法の場合には、えーまあ、国会通りましたとえじゃあどうなるんだというと わわからないわけですよ平成18年の試験に出るかどうかわからなかったわけですね平成18年の4月,平成18年の4月現在で施行されている法律が試験に出ると平成18年4月現在に、えー、施行されている法律、えー、これが試験に出るよこういうスタンスで、まあ、試験の方が運用されているわけですね。 でこれがわからないわけです平成18年の4月施行じゃないかとか5月施行じゃないかなんていうふうにわ、えー、からなかったわけですよねで場合によっては5月15日じゃないかとかいろんな説がありましたで実際にわからなかったわけです でまあ、ただです、ね、先に法務省の方で、まあ、施行日が4月だろうが5月だろうが、まあ、とにかく新しい会社法で出しますとこんなふうに発表してくれましたから新しい会社法で勉強してその試験,の、まあ、試験が出題されてそれで勉強したということになりましたね。ね でまあ、実はこの平成,26年 27, 年、ね、平成27年、ですね平成年こちらの試験もです、ね、平成26年会社法改正という、まあ、中規模な改正がありましたけれども、えーまあ、これもです、ね、法務省の方が先に、えーまあ、いつ施行にかかわらず、えー、そちらの方を取材しますというふうに発表がありましたから平成26年改正については平成27年の試験で取材されるとこういうふうにまあ範囲が来て、えーまあ、決まったということになりますね。 ですからこちらもですね平成26年改正に関しては平成27年の5月から施行されるわけですけれどもそれでもその27年の7月の試験に出題されるとこういうことに決まっているということになっているわけですね。ということでこの改正というのは確かにこう大変なんです、受験会なんかでもですねその旧法で勉強する、新法で勉強する判断に迫られます。 会社法なんかでもそうでしたで今回はこの民法これですねこれが大きな大きな改正これがもう10年ぐらい前からずっと法務省の方で準備を進めてきてやっとこう法案が作られてという話になって,くるわけなってきたわけですねですからこれが改正されて施行されて試験に出るという時期がやっとやってきたということになりますで今勉強を始めるとですねじゃあ えー、新しい9、えーまあ、法で勉強することになりますけれども、えーまあ、講義も9法でやっていきます。 で新しい法律に関しては明定に3年後以降の施行になりますから、まあ、今の段階では気にする必要がないとそれを待ってから勉強を始めた方がいいですかということになりますがああいつまで待つんだということになりますよねですから全然勉強を始めていいタイミングだし勉強を始めるべきだというふうに思いますね逆に、まあ、今始めるべきだというふうに思いますまたあんまりこう勉強をです、ね、1年2年待ってから始めてまた過渡期の方になってしまっても大変ですから今なら え全然法で受かっちゃいますで、えー、なるべく早く始めて、えー、もう1年で受かっちゃえばいいわけだし、で場合によっては今からであれば、ですね1回失敗してもまだ休校とこういうことで大丈夫な時期ですから、あ勉強始める時かなというふうに思いますね。ということで、今の時期であれば、全然そういうこと関係なく始められますので、その点についてはですねよく質問がありますけれども、そんなふうにお答えしているんだと、これも時期によって違いますから、今の段階ではということですね。この おお二千十五年の秋の段階ではとお言ったお答えということになっております。えですからまたあ一年二年経ってしまいますとまた話は変わってしまいます。とにかく今始めときということでぜひグッドタイミングと。 いうことで勉強を始めていただければと安心して始めていただければというふうに思いますねちょっと始めるにあたってそういう点で躊躇している方もいるかというふうふに思いまして一言お話をさせていただきましたそれではですねそんな形で民法のところを始めていきたいと思いますでは民法なんですけれども司法書士の試験に関しては午前の部で20代出題されます で午前の部午後の部というふうに分かれますけれども合計択一で70問取材されますがそのうちの20問こちらが民法になっていく択一の拝点では一番取材数が多い科目これが民法になりますねで取材数が多いだけではなくて一番 科目の基礎になってきますですから民法がもちろんそれだけで出題数が多いんですが不動産登記法とか小う、まあ、会社法とか学ぶ時の基礎になりますからそういう意味でも一番あ土台となる科目になりますね。ということで全ての科目の土台となるから勉強しなければいけないし、えー、しっかり勉強しなければいけないしそれからですね、えーまあ、それこそ民法自体でも配点が高いですからあこれもしっかり勉強しなければいけないということで、えー、この民法に関してはとにかく苦手意識を持ってはいけないと。えー 得点源にすべきだもっと言うと失点してはいけないということですねあまりこの試験の場合には得点源という言葉はふさわしいわけではなくてあの得意科目で得点を取っていこうとこれで受かるわけじゃないんですね苦手科目で失点しないもっと言うと苦手科目がないこの状態が受かりやすい状態ですあのもしこれがですね何か、うん、まあ、一元に火が出てるとおいうことがいいのであればあそれはそれだけ勉強すればいいですけれども司法書の試験そうではなくて あの得意科目ででも満点以上取れないわけですよで多くの人っていうのは結構いい点数取ってくるわけですねだって合計点8割以上取らなければ受からないわけですからもう卓一なんかだと、えー、例えば民法なんかでも 20, 点20問のうち18問とか取ってくるわけですよ合格者は。ですからそういう意味では得意意科目っていいう、えー、意識はないんですね、えー、そういう発想はありません。 えー、苦手科目があってはいけない。で、えー、得意だろうが、なんだろうが、もう20問以上取れないわけですから、いや、もう自分は民法学者よりも民法できますと言ったとしても、満点は20問ですね。で、合格者でも18問取ってくる。ですから、いくら得意でも差がつかないわけです。上限はあるわけです。ただ、苦手であれば差がついちゃうんですよ。20問のところ、15問しか取れませんでした、10問しか取れませんでした、それじゃ受からないんです。ということで、 苦手科目があってはいけないということでちょっと話がそれましたけれども、えー、民法を得意にするというよりはあもう、まあ、得意じゃなければいけないんですけれども、えー、とにかくですね全ての科目で苦手があってはいけない、えー、これがですねこの試験に実は受かるコツなんですねあの、まあ、多くの人ってのはやっぱり勉強は得意科目をやりりたがります小学生とか中学生でもそうですよね自分は数学が得意だというのであれば数学ばっかりこうやりたくなる。 でそれはまあいいんですあの、まあ、大学入試なんかでも、えー、1科目とか2科目で受験できる大学もあるしあるいは数学だけが得意だっていうのであれば数学者になればですねそれだけで、えー、もう人より秀でるわけですからそれでいいんですがただ皆さんの目標が司法書士の試験に受かるというのが目標である以上これはもう発想とすれば苦手分野を克服するこれが一番大事なことなんですね。だから 得意科目をやるって本当に楽しいんですよ。数学やろうとか、ジ分バ数学者になるんだ。これはこれ楽しいと思います。ただ、この試験に受かる限りは苦手に目をつぶってはいけない。これも意識しないとダメですよ。意識しないとやっぱりにやっぱりこう、うん、得意な科目をやりたがるんですね。 無意識にえですからあちょっと今日は、えー、あの科目からやろうなんつって得意科目やりたがるんですよえですからそうではなくてとにかく苦手をなくすんだできない問題をできるようにするんだこれが勉強ですからねできるものをできるようにするえこれはですね時間の無駄ですできないものをできるようにするこれがですね効率的な勉強ですちょっと今日はあの講義なんで勉強の話ではないんですけれどもただあこれから勉強皆さんが始めるにあたって意識してほしいことは 1>, 1時間あたりの例えば勉強したとするならばあ皆さん本当にこう時間のない中でこれから目指すわけですよね社会人の方だとか忙しい方たくさんいます、えー、本当に1日3時間しか取れません2時間しか取れませんという方多いと思いますでこれから空き巣として勉強を始めるということであれば本当にこう20か月ぐらい時間取れますで講義の方もこの新宿生クラスに皆さん今日来ていただいておりますがこちらの新宿の方ではですね週2コマのペースで進めていきますからそんなにこう 勉強時間といいいううのをを避けないという方を対象にしておりますですから本当に忙しい中でお昼休みそれからちょっと電車の中とそれから土日はどうにか勉強してもらいたいとこんな形でどうにかこう時間をです、ね、やりくりしながら勉強するって方が本当に大変ですよ。で,それ,でそれはそれでこう構わないんですがただそういう時間のない中で勉強していると時間のない中で勉強しているって方がぜひ意識してほしいのは。 1>, 1時間勉強したとしたらその1時間であの得点上がるかってことですねえつまりできなかったことがその1時間でどんだけできるようになったか覚えてなかったことがどんだけお記憶に入ったかとえこの1時間で何が成長したんですかってことをですねえきちんと意識しながら勉強してほしいんです。1時間ちょっとノートを作りました じゃあそれで何か成績上がったんですかと言われればいやそのノートを使ってこれから覚えようと思うんですよっていうならばその1時間っていうのは無駄なんですよ、えー、そのノート作りっていう教材作りはこちらから責任を持ってやっておりますからあそういうのをですね使って覚えていただければいいんですこの1時間を無駄にしなかったと1時間ちゃんと成長したと言えるような勉強してほしい わけですねですからそんな形でとにかくまあこれから勉強を始めるという方そういう苦手意識をなくすできるようにしていく効率が勉強をしていくといった形でやっていただければいいかなというふうに思いますね。 えー、ということで今日まああのまあ民法の話だとか実際にいろんな質問があ事前にありましたので、えー、そんな形で全体的にお答えをしながらということにはなりますけれども、えー、では、えー、ちょっと早速ですね時間、えー、前置きが長くなりましたけれども民法の基礎とお言ったところで始めていただければというふうに思いますでは行きましょうか、えー、まずレジュメの方を使ってお話をしていきます今日は第二項の方のダイジェストということで民法の基礎、えー、こちらの方を進めていきたいと思いますでは、えー、これからですね始まる民法というのは一体どんな科目 なのかというところから話を見ていきますが民法というのはですね私たちが社会生活を送るためのルール社会生活を送るためのルールだというふうに書いてありますまあ言ってみればこう市民社会のルールですね我々が市民として生活をしていくそのためのルールこれが民法なんだということになりました。 でどんな生活でもやっぱりルールが必要ですえ特にこの日本というのは狭い国土の中でたくさんの人がひしめき合っていると言われておりますから当然そんな中でいろんな問題が起こらないようにあ,あからかじめルールが存在します生活にはルールが必要ですよねえですから例えばえ学校生活とかであれば高校生中学校の学校生活であれば拘束というルールがありますえそこでえ、まあ、きちんと制服を着てきてくださいとかあ放課後はこういうことをしていけませんとかあ生活をきちんと送るためにはですね問題なく送 ルルーととととといいううものがが必要でそそれれをききちちんん守ってここ、えー、した生活が送れることになりますで私たちは別に、えー、例えば中学生とか高校生じゃないかもしれませんが、えー、その学校生活であれば学校のルールがあるように私たちはこの日本という中で、えー、市民社会市民生活を送っておりますですからそこにはルールというものが必要なんですねそのルールが民法なんですいいですか生活を送るためにはルールが必要です あの皆さんも何かゲームとかやろうと思ったらルールが必要じゃないですかあ。人生ゲームとかやろうと思ったら、あのルールがなければまともなゲームできないですよね。まともにできない。えですから例えば人生ゲームで、えー、サイコロ振ったと、えー、6が出たら6個進むんだとか、あ4が出たら4個進むんだとか、こうやってちゃんとルールがあるからあきちんとした生活ができるわけですよ。えー、きちんとしたゲームができるわけです。あのー、例えばですね、えー、大富豪みたいなトランプゲーム知ってます しますあの大貧民とか言ったりしますけどね、えー、あのゲームする時だってルールーが必要なんですよで例えば大学生とかやろうと思ったらあのいろんな大,大学っていうのはですねいろんな高校生とか中学校いろんな全国から集まってきますからあの最初にルールを統一しておかないと、えー、ゲームできないんですね。 例えばなんか八が来たら矢ぎりとか言って切れるとかそんなのもですね十一が来たらバックするとかそんなルールうちなかったぞとかいうことになるとこれはトランプゲームもできないわけですよですからその大富豪のゲームをするにあたってですねルールをきちんと確定してから始めるとあういうた形になりますよねで私たちはこの市民社会というのを例えば一つのゲームみたいに考えれば取引をしたりいろんなことをしたりしてそのルールに従って生活をして じゃあそのルールって何ですかと言われたらこれこそ民法だということになりますね私たちが市民社会を送るためのルールこれが民法なんだですからそのルールを守ることによって私たちはこの秩序ある生活問題ない生活をすることができるぞということになっていくわけですちょっと続き見ていきましょう民法というルールがあることにより私たちが自由主義社会のもとで社会生活を送ることが秩序あるものになっていると言えるんだということですね ルールを守ってこその社会生活ということになるわけですまあその社会生活のルールこれが民法だ市民社会,社会市民社会のルール私たちが社会生活を送るためのルールこれこそが民法だということになるわけです私たちの市民社会市民生活どんな生活ですか 二つの部に分けることができますね。え一つが、経済活動。 これがまあ昼の部だと思ってください昼皆さんが会社に行って働くどっか行って取引をするお店に行って売買契約をするこのような昼の部これがまあ経済活動ですねそれから家に帰って家族生活をするこれがまあ家族生活ですよねですから私たちの生活というのはすごく簡単にイメージ化すれば昼の部と夜の部に分かれていて昼外で働きます外にいますとそれから夜家にいますこのの家庭内の生活と 社会の生活、経済社会の生活と家族生活の生活、この2つの生活に分かれているわけですね。民法が想定する社会生活は、経済活動と家族生活だ、経済活動と家族生活だというふうに書いてあります。この2つの生活、この2つの生活を私たちは送っているわけですよ。で、この2つの生活について、ルールが規定されている、それが民法なんだということです。民法はこのの経済活動についてルルール と家族生活についてのルールを両方とも規定してくれてるんです。例えば家族生活、これもですねトラブルが起こらないように問題ないように家族生活についてのルールも民法の中に存在をします。 あの家族の中でどんな問題が起こるのかってことをちょっと考えてほしいんですで、もちろん家族生活のルールってあって民法に書いてあるのはあ小学生は九時になったら寝ましょうとかそういうことじゃないですよそれは家庭内のルールとして決めればいいので家庭内でトラブルが起こるとすればどういうことかというと一つは相続ですよね遺産相続ですからこれ二時間ドラマなんかでもですね大体た家族の中で揉めてるとすれば遺産争いですがこんなことで遺産争いについてもですねトラブルがあった時に解決できるようにあるいは問題は が起こらないようにきちんとルール化されておりますそれが相続法と呼ばれる分野になりますそれから結婚とか離婚とかそういうことがきちんとですねトラブルが起こらないようにトラブルがあったら解決できるようにルール化されております結婚とか離婚とか親権とかそういうことですよね特にま結婚なんてのは2人で合意をしてすればいいわけでそんなに問題ないわけですが 特にこの離婚ですよねこの離婚生活については多少問題がありますどうしてかというと離婚する時には2人の間に幼い子供がいる可能性がありますですからこの子供の親権をどうするかとかそういうこともきちんと規定されてるんですねあの特にこの家族の中でのルールというのは弱者保護という発想が強くてこういう弱者保護みたいなのも基本的に発想として押さえておくといいんですが、えー、まああの 法律っていうのはその論理というか思想があって、えー、そこから根本的にこう根本からつなげていくと本当に覚えることも減ったり、え理解がしやすかったりするんですね。ですから例えば親族相続なんて勉強するときに、えー、これがこうこれがこうなんて一つ一つ丸暗記するのではなくて、あ結局弱者保護なんだななんて納得をしながら勉強してもらう。えー、特にこの経済社会はいいんですよ。A さんと B さんが取引をして、え対等な関係の人が取引をしますから。えー、ですがこの家族生活っていうのは家庭内というのは。 なな立場にないわけですね必ず経済的、えー、あるいはもうそういうですね、えー、なところでのまあ差というかあ弱者というものがいるわけです身分的な弱者経済的弱者と、えー、それが例えば離婚の関係でいうと、えーまあ、経済的にこう弱い立場にあるもの、えー、身分的に弱い立場にあるものいるんですね。えー、子供とか、えー、あるいはあ そういうい人ですよ、えー、その時に、えー、じゃあ子どもをどう保護していくんだということがあ親族相続なんかではあ結構重要なあ まあ要素になっていくわけですですから必ずこう離婚するときにあの幼い子供のなんかを犠牲にしないような制度これが構築されているわけですねそういう思想のもとにこう勉強していくといいわけですがとにかくそういうことですよ離婚の時にこう幼い子どもを犠牲にしてはいけない子供っていうのはと,とにかくもう弱者ですからね親の犠牲になっちゃいがちなんですね。特にこの虐待なんかも最近ありますからそういうことも親権の停止 ななんんかでいろんなこう平成23年改正なんかもあっていろいろこうやっぱり手当てをしております。えー、ということでこの家族生活についてのルールこれがまあ今言った結婚とか離婚とか親権とか相続とか扶養とかこんな形で規定がされておりますそれからまあそれは家族生活のルールだとしてもう一つが経済活動のルールですね。 経済活動のルールーこちらについても規定があります例えば私たちが外で生活をするときに会社に雇用されました会社で働きますなんていうときには会社に雇ってくださいって雇用契約を結んだりするあるいは 売買契約こんんなものを結んだりしますお店で物を買うなん時には売買契約を結んだりしますよねですからそんな形で雇用だとか売買とかそんな形のルールこれが規定されておりますこれが経済活動におけるルールということになってるわけですあの私たちは資本主義社会の下で生きてますよねですからまあ家の中は家の中は これはもう家庭の中ということになりますが外に出ると資本主義社会といったことを意識しますがですからこちらどういうふうにイメージをすればいいかというと私たちはこの資本主義社会の中で生きておりますからその資本主義社会というのはどんな社会か金儲けだとつまり金金儲けゲーム,金儲けゲーム財産蓄えゲームというゲームに参加しているプレイヤーだというふうに考えればいいんですね。 これがまああの経済社会のモデルですよもちろん私たちはですね、まあ、夢を持って生きているわけですけれどもただこのモデル化した資本主義社会の中では私たちは財産蓄えるために生活をしているというふうに単純化してモデル化する、まあ、モデルというのは単純であるからこそ意味があるんでこの財産蓄えゲームに参加しているプレイヤーだと捉えるんですね。経済社会ののルルールというのは私たちをこの 財産蓄えゲームに参加しているプレイヤーだと考えればいいですその財産蓄えゲームのルールが民法の経済活動におけるルールだと 民法の経済活動におけるルールだこんな形で考えればあうまくいきますよ、えー、ということで、えー、私たちは資本主義社会で生きているつまり外に一歩出れば財産蓄えゲームに参加している、えー、そのゲームに先ほどほらゲームにルールがあるといった通り財産蓄えゲームという資本主義社会にもルールがあるんです日本,日本のですからそれが民法の経済活動におけるルールだあ,あいうことになるわけですね人生ゲームには人生ゲームのルールがあるように 大富豪には大富豪のルールがあるように私たちが参加しているこの資本主義の経財産蓄えゲームにおいてはその財産蓄えゲームのルールがあるこんな取引をして蓄えようとこういうことをしたらこうなるよと預金したらこうなるよとそのルールこそ民法の経済活動における側面だということになるわけです。ということでこの家族生活とか経済活動についてのルールこういう市民社会のルールこれが日本においては民法だぞということになります。 あるわけです。では次行きましょう。この民法というのは5つの辺から成り立っております。 でちょっと下見てもらうと、第1編から第3編までは財産法と呼ばれ、私たちが経済活動を送るためのルール、ほら、この部分が私たちが経済活動を行うときのルールなんです、この第1編、第2編、第3編に従って私たちは経済活動していく、財産蓄えゲームのルールの部分が、この第1章から第3章、相続物件再建、相続物件再建ということになるわけです。 次にこの第4編第5編が私たちが家族法と呼ばれ家族生活のルールとなっています。親族相続ですね。この部分が家族生活のルールだよ。家族生活のルールだよ。結婚、離婚、親権、不要なんてことがこの親族という部分に規定されていて。それから えー、相続ですね遺産なんかについて遺言書をどう書くかとか、えー、相続には誰かとか相続文はいくつある、えー、何分の何かなんてことがですね、えー、この相続の部分に規定されてるぞということになるわけですで、えー、まあ見てもらって分かる通り1条からこう1044条まで、えー、条文が存在します今のところは1044条存在します これがま改正によってまた条文増えますよ。ですからあこのですね今のうち早く勉強して受かりましょうということですよね。改正される、改正される一番の対策っていうのは改正される前に受かってしまうこと。これが一番ですよ。ですからあの改正について心配だって方は早く受かっちゃえばいいんです。改正される前に受かっちゃえばいいんです。これが一番の早道ですからね。改正対策っていうのは改正前に受かる。これが一番です。 よろしいですねということで、えー、早く勉強を始めて、えー、早く受かっちゃうと、えー、これが一番の改正法対策になるわけです。でこれはまあ受験の話だけではありませんあの改正前に受かると何がいいかっていうと、えー、実務会に出てから改正が起こるわけです。これがいいんですよ、えー、何がいいかっていうと大体ですね、あのー、この改正が大きな改正があった時っていうのは あの本当にこうビジネスチャンスなんですねですからそういうのを逃さないでですね、えー、頑張ってもらうと言うと実務につながるわけですね なぜかというと、大体こう既存のですね仕事というのが何か改正があると動きがあるわけですね、そこにこう新人は入り込む余地があるんですよ、で会社法なんかの場合もそうです、平成18年、会社法改正なんて、今まで慣れ親しんだ商法、これがもう大改正ありましたから、誰にとってだって嫌なんです、私だってもう勉強するしなければいけませんから、これは大変でしたよ、ですからそんな形で、改正があるというのは誰にとっても嫌だ、ただそれはチャンスなんですね。 ピンチはチャンスなんですねピンンチチはチャンスと、えー、いうことで、えー、このピンチっていうのは誰にとって、えーまあ、チャンスなんですだからそれを嫌だなと思わずにこれはチャンスだと言って入り込む余地がある、えー、やった人が勝つわけですで例えば会社なんかの時そうでしたけれどもあのやっぱりこう難しいんですね平成18年会社法なんていうのはあの今までこう、えー、例えば会社については 結構固定化された制度だったんですね取締役は何人必要だとか開発役を置かなければいけないそれがですねかなりこうフレキシブルな制度になったんですね、えー、フレキシブル自由選択制みたいな機関設計と言って、えー、いろんな機関を選べたりするわけですよで、それをですね本当に、えー、きちんと勉強しないとなかなか理解できないで、えー、一般の会社の方は理解できないんですね、えー、司法書士なんかでもあるいは弁護士なんかでも全然こう、えー、勉強しなければやっぱり理解できないわけですそこを人より先に勉強して人より 詳しくなっちゃって本当に会社法ならあの人に任せろみたいな立場になっちゃえばこれはもう引っ張りだこですよ。それはもう例えば会社の研修に呼ばれたり法律家の研修に呼ばれたりするわけですね。で、まあ、そんな形で司法書士なんかでも新人の方がかなりこう、まあ、逆転というかですね一気にこう上,り上り詰めたとそんな方もたくさん出てきました。よろししいででょうかねそんな形であの まあそのの改正というのはチャンスなわけですよよろしいでしょうかね。ということで、えー、皆さんもです、ね、この実は改正前に受かってしまえばこの改正というのを受験生として迎えるのではなくて実務家として迎えればそれはチャンスだということになるわけですね。 あのまあ、話関係ないですけどこの講師の世界もそうでこの改正というのはいち早くこう対応した方がやっぱり、えーまあ、勝つというかそういうところは勝負なわけですよね、えー。私も平成18年会社法改正についてはですね、えー、もういち早く準備をして、えー、いち早く、えー、例えばあのほとんどのクラスはですねこの平成18年会社法なんかはあもう対応できないって形で、えー、旧商法で、まあ、教えて、えー、まあ あのお茶を濁していたわけですけれども私のクラスはですね、まあ、レックではなかったですけれども、えー、まあすぐ会社をです、ね、取り入れて教材作ってそれで対応しましたですからそういう意味ではこの改正というのはですね本当にこう講師なんかの力の差も出てしまうのでこっちも結構ピリピリしてやってるんですねですからこう情報なんかも安定の張ってやってるわけですよただまあそのおかげでそんな形で平成18年本当にこううちのクラスではですね えーまあ、助かったというかあいち早く対応できたし、まあ、あそのいち早く対応できてですね教材なんかも作ったもんですからそれがもう他の予備校より早く、えーまあ、書籍にして出したりしたもんですからそういうことでも、えーまあまあ、かなりこう、えー、後押しされたわけですけれどもそんな形で、えーまあ、改正というのはチャンスだよということになっていくわけです。よろししいでしょうか まあだから私が講師としてやってられるのも平成18年改正があって、えー、それをきちんと対応して、えー、いたからとで本なんかもそこで出しましたからね、えー、そんな形だとういうことになるわけですよ。えー、ということで、あのーまあ、誰でも嫌なことをやっていくとあ楽な方にいったらやっぱりこう成長ないですからね、えー、本当にチャンスというのはそういうところに潜んでいるわけで、えー、この民法改正なんかも、えー、ぜひ実務化になって迎えていただければ。 あのまだ全然予測できないですよ予測できないようなチャンスがありますですからあのその条文とかですねもう新しい条文とか見てそれから研究をして専門誌読んで研修に参加してどこにこうチャンスあるかななんてことをですね自分の目で見つけるとこれがまあいいかなというふうに思いますよろしいでしょうかではいきましょうか というこ,とでこれがまあ民法なんですけれども、この民法というのはです、ね、まあ、今、市民社会のルールだといったお話をしましたけれども、まあ、民法以外にもいろんな法律がありますが、ちょっと民法を分類というものをしていきたいというふうに思いますね、民法の分類。で民法の分類なんですが、民法というのはです、ね、法律を分類するとどこに属するか。 なこなな話になってきますまず、えー、法律の分類と書いてありますが、まあ、民法を分類するために法律の分類をちょっと学んでいくことにしましょう。広、え、報、ー、と司法という分類があります。さあ 公法と司法という分類がありますが、これ民法はどちらに属するのか、この話になっていきますね。そうすると、まず公法というものを学んでいきましょう。公法とは、国または地方公共団体とその構成員との間の関係を規定する法だで。司法とは国民と国民の間の関係を規定した法だ。なんていうふうに書いてあります。で、ちょっと正確に書いてあるので難しいですが、簡単に言うと、公法とは、 国 VS、えー、市民の関係を規定した方だぞというふうに思ってくださいそれから司法というのは国民と国民の間の関係を規定した方だぞというふうに思ってくださいですから 誰の間の関係を規定した方かというふうに分類すればいいんですよ、国家対国民、その間の関係が規定されている、その間に問題がないように、問題があったら解決できるように規定されているのが広報、市民と市民、国民と国民、その間の関係を規定しているのが司法ということになります。 裁判所を除くと原告席と被告席があって、えー、まあ大体対立構造になっております法律問題というのは、えー 3面の争いっていうのはあんまりなくてもちろん a さん b さん c さんが争ってるってことはありますが解決するときには二者間の問題に分割して考えるんですねだから例えば a さん b さん c さんの争いであれば A と B の争い B と C の争い A と C の争いというふうに分類して考えることになります分解して考えることになります。だから 分解するとだいたいこう二者間の問題になるわけですよ。で、だから裁判所ではこう二者が争ってるわけですね、えー。まあ A と B の争い、で B と C の争い、分解して考えればいいんです。で、皆さんが東京地裁なんかでこう裁判所を除きますよね。で、皆さん今の段階まだ講義が始まってなくて時間があると思いますから、あ裁判所見学なんかも行くといいですよね。えー、これはもう実務の世界を見ると、えー、あの裁判所って。 あの傍聴自由ですからねですからあの裁判所に行って傍聴席に座って傍聴するというのもちょっと法律の実務の世界これを体験するにあたっていいかなと思いますしあとは司法書士の登記の仕事なんか見る時にはあの法務局なんかに行くとちょっと空気ぐらいは感じられるかなというふうに思いますけれども。 えー、まず、あ、そうですよとにかく裁判所に行くそうすると、えー、裁判してますよねで、えー、2者間の争いがありますから傍聴席が後ろにあって、えーまあ、原告と被告がこう争ってるわけですよねでそこを見てみるんですそうするとどうなるかというと原告席にも被告席にも国民が座っていた場合にはそこで使われている法律は司法になるわけですね 国民と国民の間の関係を、えー、裁いてますからあその関係を裁くためにはその間の関係を規定した法律を使っていくわけですよですから原国籍非国籍で、えー、両方とも国民が座っていたらそこで使われている法律は司法、えー、国民と国民の揉め事を解決しようとしてますから司法で解決をするどちらかに国が座っていたらそこで使われている法律は公法になりますねどちらかに国が座っていたら公法になります ですから例えば、えー、民法は司法法なんですね、えー、民法は例えばあ金を借りたら返さなければいけないとか、えー、そういうことですから、えー、A さんと B さんが争っていて B さんがお金返してくれませんとかあこんな形で争っている、えー、そこを解決していくのが民法ということになるわけですね。えー、よろししいででょうかでは 民法が司法だというのは、まあえー、書いてありますけれどもあとは刑法これが公法ですね。刑法これがまあ 刑法の場合には原告席に検察官、まあ、国家の方が座っておりますですから検察官が犯罪をしたと思,思われる国民をこれは刑罰に課そうといった形で裁判してるわけですよあの人は窃盗したんだばいて、まあ、刑罰に課してくれいや私はしてないみたいな感じで刑罰を課していいかどうかこれが国家と国民の間で争われてるわけですねそれを裁判官が判決を出すわけですよそこで使われてる法律はこう 公法になりますだから刑法は公法ですねあとは公法として挙げられるのは税法なんかもそうですね国が国民から税金を取るということですから国民と国家の間を規定しているのが公法になるわけですねで市民と市民の間の関係を規定しているのが公法だということで、まあ、民法なんかもそうだしあとは会社法とか商法とか商法ですねそういうものも司法ということになるわけですいいよろしいでしょうか 例えばですね A さんが B さんを殴りました A さんが B さんを殴って怪我をさせました A さんが B さんを殴って怪我をさせましたといった場合にどんな裁判始まると思います A が B を殴って怪我をさせました B さんが入院をしてしまいましたと一つは刑法による裁判ですよねいわゆる刑事裁判 あ検察官があ A さんをですね、えーまあ、最初は警察に捕まって警察が A さんを調べてで、えーまあ、裁判が始まるわけですよで、えー、まあ、うん、容疑者というかそんな形になって被告人になるわけですねで A, あの A さんがあお前 B さん殴って怪我をさせたじゃないか傷害罪だって言って裁判始まるこれがいわゆる刑法が使われている、えー、国家と、えー、国民との間で、えー、刑事裁判になりますで A さんが B さんを殴ったって時に刑事裁判がやって終わりなわけじゃないんですよまでやることがあります民事裁判が行われる可能性がありますねそれはどういうことかというとあの刑事裁判で例えば A さんが B さんを殴って怪我をさせましたじゃあ A さんにはあ刑罰だっつって、えー、罰金なりです、ね、懲役なり刑罰を科したところで被害者 B さんっていうのは救済されていないわけですねそこで A さんは B さんに損害賠償を払わなければいけない これが実は民法上の話なんですこれは A さんと B さんとの間でお金を払うか払わないかっていう司法上の話だから民法の不法行為っていうところに規定があるんですね。 でもし B さんが A さんにお金を払わなければ損害賠償しなければ B さんが A さんを訴えればいいんですね A さん A さん私を殴って私はバイトに行けなくなりましたとバイト代が入らなくなりました大損害ですと入院しました入院代かかりました大損害ですということで損害賠償請求というのをすることができるこれが民法709条に規定されているんですね損害賠償を請求できますよ不法行為といいますが不法行為があった場合には不法行為をした者に対して損害賠償の 請求ができるんだなんてことになるわけですねよろしいでしょうかえー、ということであの二つの裁判が始まるこれは広報と司法まあ刑事裁判民事裁判と言いますが刑事と民事で話が違うからなんですねえー、刑法というのはあ国家がどう国民に刑罰を犯すかという刑法上の広報上の話であって、えー、それではまあ国は刑罰を犯した あということですが被害者は救済されていないそこで被害者は損害賠償請求をしていくという別の裁判をすることになりますこれ幼稚園でですね A 君が B 君を殴った時,時にも先生は同じことをするはずですよ A 君に対して人を殴っちゃダメでしょってお説教しますでそれで分かったからといって B 君は泣き止まないわけですねで A 君に B さんに謝りなさいと。 これが民事ですよね。だから、だめじゃないかという刑事とそれから、えー、謝りなさいという民事これを幼稚園の先生だって使い分けてやってるはずですねそれをきちんと裁判所では明確に使い分けてるわけですねこれが広報と司法の分類で民法は広報ではなくて司法の方になるんだ、えー、国がですね、えー、どうのこうのではなくて市民間でどういうことになっているのかゲームのルールですからねゲームプレイヤー同士のルールなわけですよ司法だということになるわけです。 では次、えー、もう一つほど分類をしていきますが、えー、今度はですね一般法と特別法、一般法と特別法、こんな分類があります。一般法と特別法。一般法とは、その対象を人、地域、事項などで限定しないで、一般的に定めた法だというふうに書いてあります。えー、特別法とは、えー、その対象特定の人、地域、事項などで限定し、その対象だけに限定して適用される法だ。 ちょっと皆さん波線引いてほしいのは限定しないで、限定してってところですね限定しないで、それから限定して限定しないものが一般法限定するものが特別法になります限定しないでと書いてある限定しないものが一般法限定するものは特別法ということになるわけですねで民法は実は一般法です 民法は、えー、ある人だけに限定して適用するとか、ある事項だけに限定して、ある地域だけに限定して適用するというタイプのものではありません。えー、ですから、この、まあ、民法は一般法になります。ということで、えー、今から説明しますが、とりあえず、えー、結論だけ言うと、民法は公法か司法かでいうと司法。一般法か特別法かでいうと特別法になりますから、俗に司法の一般法と呼ばれます。民法は司法の一般法。 司法の中で一般的に使われている司法の中で一般的な法律が民法だ司法の一般法司法の一般法ということになりますえ司法の一般法と。 公法か司法かでいうと司法一般法か特別法かでいうと一般法ということになりますねでは一般法と特別法についてお話をしていきましょう民法には お金を貸したら返さなければいけないこんな規定が存在しますいわゆる金銭消費対策消費対策というルールです消費対策借りたものは返さなければいけない A 君が B 君にお金を貸しました A 君が B 君にお金を貸しました1年後に返してくれればいいよって A 君が B 君にお金を貸したんです B 君が1年後にお金を返してきました100万貸したので100万返してきました A 君は言いました。おいおい1年経ったんだから利息ぐらいつけろよいや利息つけるなんて約束はしてねえなんて話になった時に A 君は B 君に利息を請求することはできるんでしょうか実はできないんです。民法は無利息が原則です。 無利息が原則ですですから1年後にお金を返してくれればいい,やい,いよと言って1年後にお金を返してもらったときに利息をつけて返してもらうことはできませんから B 君はあ利息の約束はしてないんだから利息払わないよこの B 君の意見が通ります。これ民民法法に規定ががありますす無利息原則で,すで民法は 一般法ですから、ここにいる皆さんの誰かに限定して適用するというよりは、ここにいる皆さん善に適用されます。だから、えー、まあ、皆さんどの方もですね。民法が適用されて、友達にお金を返したら利息が請求できないということになります。同じ規定は商法にもあります。えー、商法はですね。商人とか商取引。 えー、商人とか商取引だけに限定して適用される特別法ですだから皆さんの中でもし商人とか商取引をするのであればその方には商法が適用されます商人に適用されるのか商為に適用されるのかとかあそれはちょっといろいろありますので今細かいことはいいですから、まあ、商人とかそういうものに適用されるぞと思ってくださいだから皆さんの中で商売やってる人がいて商人だよなんて方がいたらもしその人がお金を貸して 利息の約束をしてなければ、利息を請求できることになります。あの商法では、利息を請求できるって規定があるんですね。これは、証人とか商行為だけに適用されますから。そういう商法が適用される事例,事例では、利息を六パーセント請求できるぞ、ということになります。 よろしいですねこれは商人とか商行為、まあまあ、商売だけ、えー、商,商人だだと思ってください、えー、商人に適用される商人にだけ適用されるので特別法になるわけですね。えー、こんな形で、えー、誰にでも適用されるよ、えー、どんなところでも適用されるよと、えー、いうのが一般法。 でちょっと証人だけに適用しますとかあ利息を取るというのはちょっと一般人には適用しませんが証人には適用しますこういうふうに、えー、証人だけに的を絞ってある地域だけに的を絞ってある事件にだけ的を絞って適用するものを特別法というふうに言うわけですね、えー、このように、えー、民法はあ誰にでも適用される利無利息だよなどは誰にも適用される一般法だ、えー、それに対して、商法のように、えー、まああのー 証、えー、人だけに適用されるよう証、えー、行委だけに適用されるようというのを特別法というんだということになったわけですでもう一つ具体例を出すとですね、えー、皆さんはお金を払って物を借りたことってあります、えー、これを民法では賃貸借と言いますお金を払って物を借りる契約のことを賃貸借と言います お金を払って物を借りる契約のことを賃貸借と言います。賃貸借契約って結んだことあるでしょうか。例えばそうですね。ツタヤで DVD を借りる。ツタヤで DVD を借りる。これが賃貸借契約ですね。えー、結んだことあると思います、えー。それからレンタカーを借りる。レンタカーを借りる。これも賃貸借契約になりますね。レンタカーを借りる。もっと大きなこと。 ものを借りたことあります。アパートを借りる。アパートを借りる。これも賃貸借契約になりますね。で民法では、この賃貸借契約、えー。という規定がありますが。これは。 あの一般法で、すすからあの何を変える時にも適用されますでその民法604条というところに、実はあ、こんなの今覚えなくていいですが、説明だけしてるわけですよ、え民法604条というところに、賃貸借の存続期間は20年超えることができないと、マックス20年で規定があるんですよ、マックス20年、だからこれは一般法ですから、何に関しても適用されます、何に関しても適用されます。ただ えー、この民法は一般法ですから何に対しても適用されますがそうすると大きなものから小さなものまで一つのルールで適用できないんですねそうするとちょっとこれは例外作ってほしいって時に特別を作られてじゃあそれ限定で、えー、それ限定で、えー、そういうルールにしようって作られるわけですよ。例えば、あのー t s u で DVD 借りるときに今言ったようにマックス20年ですよ20年超えることができないとまあそれはいいでしょう、えー、7日ぐらいで返しますよなんでマックス20年って規定があるかというといそれはな人のものですから何年も借りていたらやっぱり所有者の権利を害するだろうということで、うんえー、一応マックス20年でなんて形であんまり長くならないように規定が用意されているんですねマックス20年ですで、えー、車を借りるときだってマックス20年ただ アパートを借りる時もマックス20年。ただ土地を借りるときにマックス20年じゃ短いよねえちょっと大きなものから小さなものが同じ規定では適用されないよねえちょっと問題があるよねってときには特別が作られるんですね土地を借りるときに20年じゃ短いって問題になるわけですよ土地を借りるって分かります土地を借りる土地を借りてどうするんですか土地をを借りて家を建て家建る。 土地をを借りて家を建て家建るだから家は自分のものです土地は借り物こういうのを借地というわけですが建物を建てるために土地を借りるぞとこの時に20年じゃ短いんです。 なぜかというと今、家って20年じゃ壊れないですよ、20年じゃまだまだ新しいですよね、100年住宅とか言いますから。ですから、せっかく土地を借りて家を建てたのにマックス20年だから20年間しか借りられませんでした20年経ったら家を壊して返さなければいけないですというのでは借りた人にかわいそうなわけですね。 えですから、ちょっと民法ではマックス20年って書いてあるけれども土地を借りるときにはもう少し長い期間が必要だなじゃあ特別法を作ろうかってことで借地借家法という法律が作られた借地借家法では逆にミニマム30年ミ,ミ,ミニマム30年でここに取り上げて、えー、借地権の存続権は30年とすると書いてありますが正確にはこう30年 えー、以上なんんでですすね、えーまあ、この続きがあるんですよ、えー、ただし30年より長い期間を定めた時にはその期間とするとありますから、まあ、一応覚えるときには30年以上と覚えておけばいいですね。えー、ということでこのようにですね特別法というのは一般法では都合が悪いときに、えー、じゃあこの事例ではこの事項に関してだけは都合が悪いので、えー、特別を作りましょうなんていうふうに作るということになります。 同じ法律で大きなものから小さなものまで解決できるわけないということで特別法が作られるんだということになるわけですね。でイメージとして覚えてほしいのがまあ押さえればいいのがこの一般法というのは下敷きみたいなもんだと思ってください。何に関してもとりあえずの規定必要ですよね。ですから一般的に 民法が,借地借民法がです、ね、賃貸借というのは20年以内ですよなんて規定があるだから例えばそうです、ね、DVD も車も物を借りるときには20年以内で借りるんだということになりますただ土地に関してはちょっとこれは20年じゃ短いよねってときにこれを修正するわけですよ。 だからあの特別法というのは上から貼る修正シールだと思ってください土地のところもこのままでは民法が適用されてマックス20年ですからちょっとそれは短いねってことでちょっと借地法と書きますが正確には借地借地法ですが借地法というシールを上から貼ってじゃあ土地に関しては30年以上ね30年以上ねなんていうふうに上から修正シールを貼るわけですねこれが特別法だと思ってくださいだから一般法というのは下敷き 一般法というのはとりあえずのベースですね、えー、その上に修正シールを貼るんだこれが特別法だと思ってくださいですから特別法というのはですねその部分部分で都合が悪い時に下敷きのですね一般的な規定が都合悪い時にじゃあこれに関してだけは修正しようみたいな形で修正シールを貼っていくものが特別法だ、えー、なんていうふうに理解をしてください,い,いよろしいでしょうか でちょっと押さえてほしいのがあの特別法優先の原則ということですね、えー。特別法と一般法は特別法が優先すると書いてありますから、えー、特別法と一般法は特別法が優先するこれは特別法優先の原則です。でえー、特別法って大体です、ね、名前が長いような、えー、法律ですよ。 ですから借地借家法もそうですけれども何とかのための何とかのための法律みたいなそういう非常にこうマニアック的な法律が特別そうですね大体、えー、民法というと大学なんかでも勉強するし、えー、民法学者なんていうと偉そうではありますので一般法の方が特別法より優先するんじゃないかあそんなマニアックなあ誰も知らないような法律よりは誰でも知ってる民法様の方が優先するんじゃないかというとそうではなくて特別法の方が優先します。 考えてみれば当たり前の話で特別法というのはそのものだけに適用されるわけだからその部分で優先してもらわないと出番がないということは分かりますよねでもう一つはこのイメージから分かってほしいんですが修正シールですよ修正シールというのは上から修正しますから当然20年よりは上から貼ったシールの方が優先しますよねだから特別法って優先するんです もしし優先しなななかかったら出番いいじゃないですか、えー、土地については30年以上ねとか規定しているのにいや土地についても実は民法が優先するよなんてったら何のために作ったか分かりませんよねその部分的な修正を施すために作ったわけだからあその部分的にはそこの特別の方が優先してもらわなければ困るんだということになるわけですこれが特別を優先の原則です あのちょうどこの時間だとですねあのちょっと夜遅いですから家に帰ると大体スーパーで刺身の値下げがです、ね、あってですね、えーまあ、上からこう半額シールとか貼られてますよそうすると定価じゃなくて半額で買えますよね、えー、ですからちょうどこう講義でお腹空すいて家に帰って家に帰る途中にスーパーがあって駅前のスーパーなんかで半額整理やってると、えー、ぜひまあ買っていただければいいですけれども。 上から半額のシールが貼らられれてれば半額なんです上から貼ったシールは定価を修正するために貼ってるってことはそこは優先させてもらわないと困るわけですね、えー、もしレジに行って「いやこれは上から貼ったシールではなくて、えー、定価が優先します」と言われたら困りますよねですからこの部分には「30年ね」という修正シールが貼られている以上当然修正シールである特別の方の方が優先するんだということになるわけですね。 これが特別法優先の原則、特別法優先の原則と呼ばれるものになるわけです。よろしいでしょうか。だからですね、あの特別法っていうのは知らないとなかなか実務できないし。 知らないと怖いんですよ、えー、例えばよくまあ勉強しているような分野ならいいですけれども初めてやるような分野の仕事で、えー、特別法の存在を理解してなかったばっかりに間違ってしまうなんてことがあるわけですね、えー、つまり民法にいくら詳しくたって特別法で修正されてれば民法の知識は嘘になりますからね、えー、例えば大学で、えー、民法は一生懸命勉強したよなんて方も、えー、民法ではあのー えー、賃貸借契約はマックス20年だなんて知っていて友達から相談されていや土地を借りるんだけど何年契約で結べるんかなってマックス20年だよなんて教えたら嘘ですからねそれは確かに民法にはそう書いてあってえ民法では物の貸し借りはマックス20年と書いてありますからそれはもう当然物の貸し借りの中には土地も入りそうですが特別法のシールが貼られている以上。 民法は適用されないわけですよね、えー。特別法が優先して適用されるわけですよね。だから民法だけ勉強していても実はあなかなかこう実務できないんですよ。特別法があれば特別を優先しますから。だから実務出て、 特別法の存在を必ずこう認識をし,しておかなければいけない初めてやるような分野では特にこう特別法があるかないかなんてちゃんと調べなければいけないわけですね、えー、これが実務なんですよだから大学でちょっと、えー、民法を学んだなんていうですね中途半端が一番怖いわけですね民法、えー、しってるよだって特別法があるなんてことを認識しておかなければ嘘を言うことになるわけです確かに民法的には正しいんですが、えー、特別法まで考えれば嘘だよなんてことになっちゃうわけですね。えー そんなところをきちんとこう認識をしていただければというふうに思いますで、実は民法なんかでも上から特別法が作られまくっていてつまり上から修正シールが貼られまくっていて 見えなくなくってるる分野があるんですねそれはどの分野かというと雇用という分野です雇用雇用という分野は民法に規定がありますですから会社と契約を結ぶんだなんて雇用契約を結ぶときにはとりあえず民法に雇用契約の規定がありますが実はここは上からら修正シールが貼られままくくっっててていいほとんど見えなくなっています隙間なくシールが貼られていて「お,お民法が下にあるんだね」なんてことをほとんど気づかないんですよなぜかとというと え雇用というのは。 なあ働きますって契約ですから労働者を保護しななけければいけないですねやっぱり労使の契約であれば労働者っていうのは弱い立場にありますからあこれはあの一方的に不利な契約を結びかねられないわけですいわゆるブラック企業なんて言いますけれども、えー、契約を結んだからいいじゃないかなんてことを言われてしまいますとですねこれはやっぱり労働者っていうのはあ職がないと、えー、仕事を探すっていうことでやはりこう弱い立場にありますからあどうしても うんまあ、自由な契約というものをですね、えー、のさばらせておくとやっぱりこうみんなブラックになっちゃうわけですね。で 民法では労使平等な立場で契約を規定しておりますから、やはりこれは労働者保護のためにいろんな特別を作る必要があったわけですね。えー、労働基準法とか最低賃金法とかいろいろあります。で、労働契約法なんて形で労働契約を結ぶときに、えー、やはりこうそちらの特別法で結ばなければいけないということで、民法の雇用契約の規定で、えー、民法の雇用契約の規定で、じ、え、ょ、ー、あの。 まあ契約を結ぶなんてことはほぼありません。えー、みんなこう特別法が存在します。え、最低賃金だって自由じゃないですからね。えー、こんな形になっていくわけです。ただこの労働契約法が適用除外されている職種があって、そこは民法が適用されます。あのー、同居の親族ですよ。同居の親族を皆さんがあ事務所を開いて雇うなんて時には、例えば同居の親族ですから、例えば自分の結婚相手、えこれをですねちょっと事務所で働いてもらおうなんて時には、これは 労働契約は適用されません民法の雇用契約でこう適用しちゃっていいんですねあとは家事使用人あの市原悦子さんの世界ですよねこの場合もですねこれはもう家政婦は見たってやつですあれは家政婦の見たって言うんですか今は。ですからああいう世界はですね実は家事使用人と言いますが労働契約の適用除外ですからこれは民法の 規定で、えー、契約を結ぶぞというこことにななるわけですね、えー、こんな形になってるわけですという形で、えーまあ、雇用契約というのはだからほとんど民法では、まあ、一部こう隙間が今言ったような部分ではありますけれども、えー、ほとんど民法が修正されておりますから民法が使われることはない試験でも出ませんだから民法の分野でこ民法の雇用契約の規定を、えー、試験に出したってしょうがないわけですよじ実際使われないわけだからということなんですね。 では、これが一般法と特別法という話になりましたでは残りの時間でですね、民法の話の方に戻っていきますが、ちょっと財産法の分野を少しお話をしておきましょう、財産法のです、ね、形。 これをちょっと知っておくと今日はいいかなと思います、これから勉強しやすくなりますからね、えー、ぜひ、えー、この財産法の形というのを知っていただいて、これからの勉強に生かしていただきたいというふうに思います、せっかく来ていただいたわけですからね、でそうするとですね、えー、レジュメの方は物件と債権という項目の方に進んでいきますが。 あの、経済活動のルールが財産権という財産法で話をしましたよね。えですからえ、経済活動というのは私たちの財産蓄えゲームだってお話をしました。えですからえ、財産蓄えゲームだということで、その財産について規定されてるんですね。え財産法というのは、財産という面から規定があります。で資本主義社会のもとで財産と呼ばれるものは何なのかというと、物件と債権があります。え民法は、えー、財産を物件とを と債権に分けてて規定しておりますで財産って例えば何が挙げられるかというと、えー、土地とか建物とか他に皆さん何か,か持ってますか、えー、預金とか車とかありますよね。 その皆さんの財産というものを規定しているのが財産法なんですね。その財産宅配ゲームのルールですから、その財産という側面から規定しているんですよ。そうすると財産ってこういうもんだよなんて規定があって、それについてのルールを規定しているんですが、えー、2つに分けております。物件と債権。皆さんの財産の中で、ものに対する権利は物件。人に対する権利は債権です。だから皆さんの財産の中で、今土地を持ってます。 車を持ってます。こういうものは物件なんです。皆さんの財産の中で、物に対する権利としての財産は物件。人に対する権利が債権なんですね。まず、 えー、物に対する権利が物件というところからお話をしますがこれは分かりやすいですよね、えー、皆さん財産の中で、えー、車とか土地とか持ってるよそれはもう大事な財産だよなんて言った場合にはそれは物件です正確に言うとその物が財産なわけではなくて物に権利があるってことが財産なんですよ、えー、物を持ってるってことはこれ日用語でも言うと思いますが所有してると言って民法上は所有権という権利があります こののの所有権というはは実は物件の王様なんですね。完全物件と呼ばれていて、えー、使用収益処分すべてすることのできる物件が所有権だから今日はこの物件の王様である所有権を理解して書いていただければいいんですが、えー、物を所有しているぞ例えば皆さんが家を所有しているぞという場合にはその家に対する所有権というのがあってその家に対して所有権があるということが財産なわけですが。 その所有権があるということは、その家を使えます、つまり家に住めます、それから家を人に貸して家賃収入を得る、これが収益ですね。 それからちょっと転売して高く売れそうだぞなんて場合には処分してお金儲けをするとにかくお金儲けの手段として使用収益処分することができるというそういうことができるこれを支配と言いますがそういう支配ができるから十分財産的価値があるこれが物件なんですねだから皆さんの財産の中で物に対する権利だというのであればそれは物件です 物件というのはだから物に矢印が向かっ皆さんの財産の中で物に対して車とか土地とか建物とか物に対して矢印が向かっている場合にはそれが物件です。先生財産ってみんな物件なんじゃないですかというともあります皆さんのさっき、えー、一緒に考えた具体例の中では預金債権。 預金は債権です。なぜかというと、まあ、銀行という人に対して、お金払ってくれって請求できる権利だから債権なんですね。物にむ、物に矢印は向かってないんですよ。え、現金に向かってるわけではないんですよ。銀行に対して、お金を払ってって矢印が向かってる。銀行に対してお金を払ってって請求できる。だからこれ債権なんですね。財産の中で、人に対する権利が債権。人に何か請求できる権利を債権と言います。 人に対する権利が債権人に対する権権利が債だというふうに、えー、認識があできないという方がいるとすれば例えばですね「歌ってくれ!」 コンサートチケットには財産的価値があると思いませんかえー、このコンサートに、えー、歌ってくれって権利は債権ですよえー、ですからあのー、コンサートである歌手に歌ってくれって、えー、これらは債権です えー、ですからそのコンサートチケットがなんか値上がるとかありますよね人気歌手であれば転売が許されるかどうかは別にして、えー、ですからそんな形で、えー、これは十分財産的価値があるんですよ同じ歌ってくれたって例えばあの結婚式で歌ってくれて芸能人呼べばお金かかりますよね、えー、例えばあ歌,う歌ってくれっていうのは10万ぐらいで歌ってもらうのであれば10万の価値があるわけですよですからあ人に何か請求できる権利も十分財産的価値があるわけです。 あとは今アイドルなんかで握手会とかありますよね、えー、握手する権利とか売,売,売ってるじゃないですかですからそういうんだって、えー、これは人に握手してもらうって権利ですから債権なわけですよね、えー、十分財産って価値があるわけですよ歌ってくれ、ね、ですよね、えー、こういうことになりますまあただ 歌っっててくれっていう権利がです、ね、民法で出てくるってことはあんまりないんですが民法で出てくる債権は引き渡し債権、代金債権これがよく出てきます引き渡し債権、代金債権物を引き渡してくれって引き渡し債権それからお金を払ってくれっていう代金債権これがよく出てきますねでは次はですすねイメージ化しておきます次のページ行ってもらうとですねレジュメ。 このように、人に対、物に対して矢印が向かっていれば、これは物件ですね。ですから、もしこれが使用収益処分すべてできるという、支配してるぞという、そういう権利であれば、これは所有権になります。で、この所有権を持っているこの人のことが所有者ですね。 でそれから下の図が債権ですね。人に対して矢印が向かっている場合が債権。人に対して矢印が向かっている場合が債権ということになります。ただ債権の場合には人が2人出てくるのでえ、債権者、債務者と名前を付けます。で えー、これが財産だといえるのは債権者にとってですね、えー、債権者はあ100万払ってくれって請求できますから100万の価値がありますが債務者は100万払わなければいけないのでただの義務ですだから債権というのは債務者にとっては財産ではありませんでよく債権のことを債務と言いますが同じものです でこれ債権者目線で言うと債権なんですが債務者目線で言うと債務なんですね同じものですだからよく多重債務者と言いますがいろんな人からこう債権を持たれている人のことを多重債務者と言いますよねこのように人に何か請求されちゃうような人は実は義務しか負ってないこれを多重債務者なんかと言いますよね債務というのはだから一般的にはお金を払わなければいけない人みたいなイメージがあると思いますがお金を払うというのも一つの債務ですが歌を歌ったりするのも債務ですからねとにかく 債、えー、権を持たれてる人は債務を負っているという形になります。だ、債権の債務って同じものの裏返しです。え、だからあの日本では財産 法という形で、えー、財産宅配ゲームのルールという側面から規定されておりますからあの債権という形で、えー、話が進んでいきますがヨーロッパなんかだと債務法といってですね、えー、債務の側面からこの人にはどんな義務があるかみたいな形で民法が構成されている場合には債務法なんて言ったりしますよね、えー、とにかくそんな形で、えーまあ、物件と債権というのも認識をしていただければ入り口として十分です。 では今日最後にこのです、ね、財産法の構造ということでこの債券と物件というものをです、ね、ちょっとイメージをしていきましょう売買契約というよくある契約ですね、店で物ののを買うんだなんい売買契約これを例にです、ね、ちょっと物件と債券というものをちょっといろいろいじって慣れていきましょう。まず 売買契約というのはまあ,あの小学生でもできるようなコンビニのものを買うような契約ですがちゃんとルールがあるんです、えー、売買契約でコンビニでトラブルなんてあんまりないと思いますがただ大きな買い物をするときには売買契約は結んだけれどもまだお金が払われていないとか二重に売買しちゃったとかいろんなトラブルがありますねですからそういうことがないようにきちんとルールが規定されておりますでは売買契約はどういうふうな状態で行われるのか見ていきましょうまず、えー、売り主 A さん買い主 B さんがいますが A さんが物を所有してます今回四角いですからこれ土地だと思ってください、えー、せっかく来たのでコンビニのおにぎりの売買よりは土地の売買の方がちょっとフォーマルな事例でせっかく来た会がありますよねあの、えー、ちょっとイメージできない方は別にこれ三角にしておにぎりにしてもらってもいいですけどだい,たいあのこれは暗黙の了解なんですが法律を学ぶ時にはこのひし形を書くと土地ですです、えー、ですから土地 まあ土地は不動産ですが、えー、この不動産の集権は売り主であるこれが売買前夜の状況ですね、えー、さっき言った通り所有権があるってことは使用収益処分ができる処分ができるから売ることができるんですねだから A さんは自分のものだから売ることができるんです本屋さんで本を買うときには本屋さんの本だから売ることができるわけですよ売り主 A のものだから売ることができる 売り主 A のものだから売ることができる売買前夜の状況というのはあ A さんが物を所有してるぞ A さんが土地を所有してるぞこのような状態だから売買契約をすることができるんですねでもしこれ人のものであればあ他人物売買なんていうちょっとトラブルになりますので、えー、これはちょっと売り主 A のものだから売ることができるんだこれがちょっと売買前夜の状況ということになりますさあ次行ってください えー、次は、括弧2番売買契約成立ということでいきましょう売買契約成立契約が成立するためには、まあ、下に書いてありますがチェックしましょうかあるものの申し込みの意思表示と、えー、もう一人の承諾の意思表示の内容が合致することで成立をします売買契約というのは、まあ、売買契約に限りませんが契約というものは A さんと B さん2人の人の意思表示の合致 意思表示の合致。意思表示が合致すると契約成立です。意思表示が合致すると契約成立です。ですから上の図でいうと、今回 A さんから申し込んでおりますが、えー、私の土地を1000万で売るっていう申し込みの意思表示をしてます。1000万で売る。で、B さんは1000万でじゃあ買います。 1000万で売るという申し込みの意思表示と1000万で買うという承諾の意思表示が合致しましたから契約成立になりますで売ります買いますという意思表示の合致の場合には売買契約になりますね借ります貸しますだったらさっき言ったら対借契約になりますけれども売ります買いますで意思が合致した場合には意思表示が合致した場合にはこれは売買契約になります えー、ここに書いてありますが意思表示が合致すると契約成立、まあ、こんな形でちょっとビジュアルにいきましょうねあの意思表示が合致すると契約成立です契約書ってのは義務じゃないですよく契約書を書かないと契約は成立しないと言いますがあのそんなことないですよ契約書っていうのは 後からトラブルがないように契約ををしした証拠を残てておくってことですかね後から裁判するときに、契約してないよとか相手に言われたら困りますから、ほら、契約してるじゃないかって、見せびらかすために、えー、見せびらかすというか、あの証拠として残すために契約書を作るのであって、契約書自体は契約の要件ではありません。とにかく口約束でもいいから民法上は、意思表示が合致することを契約と言います。契約書にサインするというのは あ,あれはもう証拠として残すだけであって、えー、契約自体は口約束でも結構その証拠にコンビニで契約書を作らないけどちゃんと売買契約が成立して、えー、おにぎり買って帰れるじゃないですかあですからああいう、うん、あ売買契約なんていうのはあ契約書はいらない、えー、ただ大きな買い物をする時には契約書を作って証拠を残しておく必要はあるかもしれませんが民法上の要件とすれば愛知表示が合致すれば契約成立です先生 今日コンビニでおにぎり買ったんですけど、石表示とかした覚えないんですよね。なんか音楽聴きながらレジに行ったんで何も発言してないんですけど。100円でおにぎり売ります。値札ついてますね。100円で売るって石表示ですよ。 それをレジに持っていくは承諾の一生寺ですからおにぎり売ります買います100円で売ります100円で買いますちゃんと一生寺成立してるんです一生寺のガチが成立してます契約成立してるんですあのだから一生寺のガチいうのは何も口で言う必要ないんですねその態度なんかでも契約になりますよ先生コンビニならいいですけど自動販売機で買ったんですけどジュース 150円でコカ・コーラ売りますって書いてありますよねでボタンを押したってことは承諾してるじゃないですかですからちゃんと契約成立してるんですよ申し込みの良い人と承諾の良い人が合致してますからただこれ本試験っ言ったことあるんですけれども申し込みに似てるけども違うものがあります例えばバイト募集バイト募集これ申し込みとは言えないんですねバイト募集 なぜかというとバイト募集しますと言って応募します、えー、これで一生児合致してるってなったらあの面接いらないですよねえつまり、えー、申し込みの一生児っていうのは相手が承諾しさえすれば成立するものを申し込みの一生児というわけですだからバイトの募集というのは相手がじゃあ私働きますって言った時点で契約にならないですよね雇用契約。 いつ成立するかというと私働かせてくださいあああなた雇いますよって言って雇用契約になるわけですよじゃあバイト募集って何かっていうとこれは申し込みの意思表示ではなくて相手に申し込みの意思表示をさせるための仕掛けなんですこれの申し込みの誘引と言います 申し込みの誘因ですからこの「バイト募集」というポスターに惹かれて相手が「私働きます」と申し込んだこれが申し込みの用事でそれでじゃあうちで働いてくださいこれで承諾の用意表示それで雇用契約成立なんですだから申し込みに見せかけて申し込みを相手にさせてるだけの誘引というのが申し込みの1段階前であるんですよ。 その申し込みか申し込みの誘引かっていうのを区別する問題もありましたがそれは簡単な話で承諾しさえすれば契約は成立しますからもしある意思表示っぽいものが申し込みの意思表示だとすれば相手が承諾した時点で成立相手が何か言って成立しなければそれは申し込みになってません申し込みの誘引で相手が申し込んで承諾をして成立することがあるわけですね これちょっとハイレベルですよこれ試験出たことありますということで申し込みに見せかけた申し込みに誘引っていうのもあります、えー、では次いきましょうで契約が成立したらどうなるかっていうと先に見ていくと、えー、所有権が売り主から買い主に移転するというほら所有権の変動が起こります上の図を見ていただければ、えー、今まで、えー、所有権っていうのは A さんにありましたよねですからこの不動産 A さんのものでしたよって状態が移転して B さんのものになります ほら、所有権が移転するんですよ。売買契約が成立した瞬間に所有権が移転するえ。売買契約は所有権が移転する効果があります。で、もう一つは、これ物件的な面ですよね。物件的な面で言うと所有権が移転しますが、もう一つ債権的な面で言うと、代金債権と引き渡し債権という債権が発生します。えー、契約は債権発生原因となります。 どんな債権が発生するかというと上の図を見ていただければまず売り主から飼い主に対して売ったんだからお金払ってよって代金債権が発生する飼い主から売り主に対しては買ったんだから引き渡してよって債権が発生します皆さんにクイズを出しますどっちが債権者でですすかか売主主主といいどっちが債権者ですか 飼い主あの全員考えてます あの私のクラスは一応参加型と私は呼んでおりますがいちいちこうやってか考えてもらいます、えー、ですからあの別に口出して答え言う必要ないし、まあ、あの頭の中で考えていただければいいんですがぼーっとしないでくださいねあの講義だって重要な勉強時間ですからね、えー、講義聞いて家に帰って復習するその復習時間が勉強なわけじゃなくてあの私も皆さんの時間を預からせていただいている立場ですから講義の中でも一生懸命勉強してもらいたい、えー、ですから時々こう質問を発しますから必ず考えてくださいちゃんと考えたかどうかで差がつきますからね とということですよですからまあ講義の中でもどん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 勉強しちゃってください、えー、家に帰る前にも講義の中で覚えられるものは覚えてしまう、えー、そういう時間なんかも取りますからあとにかく、えー、そういう時間ですよでさらに時々意地悪クイズを出しますどっちが債権者かっていうのは愚問ですね、えー、債権者か債務者かは債権ごとに決めます ですからこの代金債権でいうと A さんが債権者で B さんが債務者、でこの引き渡し債権でいうと B さんが債権者で A さんが債務者です。えー、ということで意地悪クイズもありますからね。<laughs> ということになります。 だから生まれつき私は債務者だみたいなそういう人はいないわけであの債権者、債務者というのは債権ごとに決めますね。A さんというのは必ず債権者なんだみたいなそういう人はいないわけですよ。ですから人ごとではなくて債権ごとに決めます。ということで売買契約が成立すると所有権が移転して債権が発生するんだ所有権が移転して債権が発生するんだということになります。 では、あ今日最後の図で、括、え、弧、ー、4番のところ、皆さん見てください、載ってますよね。で、最後、代金を支払って引き渡しをするとどうなるかというと、代金を支払って引き渡しをするとどうなるかというと、今まで A さんと B さんとの間には債権がありましたけれども、お金払って、債権というのは実現すると消えます。ですから、B さんが A さんにお金を払った瞬間に代金、債権は消える。 お金を払ってもらいたくて債権があったわけですから払ってもらうと実現して消えますで B さんは A さんに引き渡してって請求できたわけですが引き渡し債権も引き渡してもらったら消えます債権っていうのは実現したら消えるんですこれもちょっと考えれば分かる通り100万払ってって債権100万払ってもらったらもう請求できないわけですよ何回も何回もうちでの個人のように100万を何回も請求できるわけじゃないですからねこれは1回払ってもらったら消えます あのだから債権というのは結構寿命が短くてえお金払ってもらったら消えるえ内容が実現したら消えます。ということで、えーまあ、債権というのはあ実現すると消えるんだ、えー、実現すると消えるんだだから A と B の間はもう関係がなくなります、えー、A さんと B さんはもうお金も払ったし引き渡してもらったしあとはほら。 B さんがあその引き渡してもらったものの所有者だよという状態ですもしこれがおにぎりであればほらコンビニから出て B さんの袋の中におにぎりがある状態ですよねあとは B さんの収物ですからあ食べちゃっていいわけですよということになりますということで、えー、これで不動産が B さんのものになりましたということですね、えー、代金債権引き渡し債権は内容が実現することで消滅をするぞ、えー、なんていうふうに書いてありますこれが売買契約の終了 で皆さんは何気なく売買契約って行っていると思うんですえ売買契約というものをですねコンビニなんかで何不自由なくできると思うんですただその裏にはこういう理屈があるんですねでコンビニで小さなものを買うという限りそんなトラブルはないかもしれませんが大きなものを買ったりあるいはお金が後払いだったりした時、えー、引き渡しが後だったりする時いろんなトラブルが起こる可能性があります買ったのにお金払ってくれないとか、えー、いうことがありますよね、えーうん まあですからそんな場合に備えてこうやっていろんな規定があるんだよちゃんと民法では私たちの生活をですね秩序あるものにするためのルールがあるんだよとそれをまあ学んでいくわけです私たちが何気なく送ってる生活そこにルールがあるで法律家とすれば何かトラブルがあった時にそれを解決できるようにちゃんとこの民法というものを勉強していくぞこれ一番大事な法律だっったのは私たちの市民社会の生活そのルール のあの一般法ですよね一番基礎となるルールだから一番最初にこう勉強していくんだということになるわけですだから試験でも一番出ていくんだこのとりあえず民法は下敷きですからこの上にいろんな特別法があったり手続き法があったりするわけですねだからとりあえず勉強の出発点でもあるぞということで一番最初に勉強するだからちょっと最初は大変ですがこの民法というのをマスターすれば法律の考え方がまず身につくので えー、他のの法法律を勉強すすするのも結構楽になりりまままず一番最初民法をやります、えー、この民法をマスターするのは大変ですがあこの民法は分量もありますでこの民法を勉強する段階で、えー、実はいろんなものが身についていきます、えー、法律の基礎もそうだし考え方もそうだしあるいは勉強態度もそうですよねそういうものすべて身についていきますからちょっと大事な科目です、えー、一緒にですねこの民法を勉強していって、えー、スムーズなあ。 あのスタートダッシュですよね、えー、これをしていくことにしましょう。ということでとりあえず1時間半ほどではありましたけれども、えー、民法ダイジェストといった形でお話をしました。でまたダイジェストですから本格的な民法の勉強始まったわけではないですけれども一応民法で一番大事な考え方民法とは何か。 それから物件債権という財産法の土台ですよね。それから契約を使ってその物件や債権がどのようにちょっと動きを示すのかなんてことをちょっとお話をしました。民法が少し分かっていただけたかなというふうに思います。えー、では、えー、今日はこれぐらいにしておきましょう。これから本格的な勉強が始まります。でまあのまあ、申し込んでいいる方も多いとは思いますがこれから えーまあ、講座を取ろうかどうかなんて迷っている方もいると思いますこんな感じであの勉強を進めていきますでその体験をするって非常にいいことですからこれから例えば私のクラスを取るのであれば私が皆さんの目の前でこのように毎回130回出てくるわけですよ。ですからあの人の話は聞きやすいとか。えー あるいはです、ね、なんか顔を見るのも嫌だとかそういうの相性というのが一番大事ですからあそれをです、ね、こう確かめてもらうといういい機会になったかなというふうふに思いますのでぜひ、まあ、せっかく、まあ、来ていただいたので民法を勉強してもらったと同時にそういう体験をしてもらいましたあぜひ講師選びの参考なんかにもしていただければというふうに思いますこ体験してからあ選ぶかどうかというのは結構大きな違いですからねそういう意味ではあの最後まで聞いていただいてよかったかなというふうには思います。えー、で 私の講座を選んでいただいたらもちろん、えー、効率的に学習を進めてあの、まあ、1回で受かる方も私のクラス一番多いですからねですから、まあ、1回合格ということに関しては最も近いかなというふうには思っておりますが、まあ、ただ相性が大事ですから、まあ、選んでいただければいいんですがあのぜひです、ね、こう一緒に勉強を始められるのであればあの最後まで頑張ってついてきていただければとでついてきてもらうためには講師選びが大事ですから。 あぜひそのあたりの参考にしていただければというふうに思いますでこの後、まあ、個別相談なんかぜひ来ていただければと思いますわ、えー、からないことがあればぜひ声をかけていただければと思いますねそれでは、えー、一旦これで終わりにしましょうお疲れ様でした